野本ためき8月29日から1987年12月19日は日本の海軍軍人。第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦に空母、随格艦長として参戦した。最終階級は海軍少将、東京出身、本籍鹿児島県、東京府立一中を経て、1916年11月に、 海軍兵学校44期を56番95名で卒業。同期生に西田正夫、松田千秋、黒島亀と佐藤康夫らがいる。1929年11月、海軍大学高校二27期を卒業。野本は海大公開学生を修了した公開科専攻士官で従順洋艦、鳥海など十五艦で公開長を務めた。 海大卒業後は、第3戦隊、第4艦隊各参謀を歴任。艦政本部時代には、大和型戦艦の設計に関わっている。木更津空副長として、南京爆撃業に攻撃機に登場して参加している。1939年11月、海軍大佐へ昇進するとともに、第14航空隊司令に就任し、以後航空部隊の指揮官職を歴任する。 水上規模艦、千歳、空母、随宝の艦長を経て、1941年9月、筑波航空隊司令として、太平洋戦争を迎え、1942年6月、随格艦長に就任。第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦と、歴戦した。以後、練習連合航空隊総参謀長を経て、1944年5月、少々昇進。 第11連合航空隊司令官を経て、第903航空隊司令官として、終戦を迎えた。1979年には、有志と海軍反省会を設立し、代表に就任。最高顧問に、新見正和、星名善史郎を迎え、称賛なき戦争に突入し敗北した理由を、討議した。反省会における野本は、海軍内で暗黙のタブー視されていた。 伏見宮のみ王の軍令部における責任を主張した。野本が随格艦長に就任したのはミッドウェー海戦の最中で、随格は昇格と共に日本海軍に残された二隻の正式空母の一つであった。野本は第二次ソロモン海戦において燃料切れが懸念された石丸豊隊の攻撃隊を収容するため、救わなければ艦長とは言えないと叫び、 敵型に進撃している。南太平洋海戦では3時に渡り、攻撃隊を出撃させたが、爆僚がいない短幹の艦長として奮戦したのもとに、第二航空戦隊参謀として参戦していた、奥宮正岳は3時を送っている。兄、の本光康、長男の元菊を、孫、の本進む、老い、の本雄一 ABC、艦長たちの太平洋戦争、信頼の絆。 提督、新見正和寺崎隆二、新見先生の先見の名、海軍軍令部、軍令部と太平洋戦争。ありがとうございます。